皆さんこんにちは。ミッションエイドクリスチャンフェローシップの牧師関根和夫です。今日は9月の26日水曜日、聖書の箇所は歴代史第1の28章1節から10節までです。テーマは全き心と喜ばしい心で父なる神に仕える子供となっています。歴代史第128章1節から10節。さてダビデはイスラエルのすべての司、すなわち各部族の司、王に仕える各組の司、千人隊の長、百人隊の長、王とその子らが所有している財産、家畜全体の係長たち、宦官たち、有志たち、つまりすべての有志をエルサレムに召集した。ダビデ王は立ち上がってこう言った。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私は主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために、安息の家を建てる志を持っていた。私は建築の用意をした。しかし神は私に仰せられた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは戦士であって血を流してきたからである。けれどもイスラエルの神主は、私の父の前科から私を選び、とこしえにイスラエルを治める王としてくださった。ユダの中から君たるものを選ばれたからである。私の父の家はユダの家に属している。主は私の父の子供たちのうちで私を愛し、全イスラエルを治める王としてくださった。主は私に多くの子供を授けてくださったが、私のすべての子供の中から私の子ソロモンを選び、イスラエルを治める主の王座につけてくださった。そして私にこう仰せられた。あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を建てる。私が彼を私の子として選び、私が彼の父となるからだ。もし彼が今日のように私の命令と定めを行うと固く決心しているなら、私は彼の王位を常しえまでも確立しよう。今主の集会、全イスラエルの前で私たちの神が聞いてくださるこのところで、あなた方はあなた方の神主の命令をことごとく守り求めなさい。それはあなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後常しえまでもあなた方の子たちに譲りとして与えるためである。我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全き心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。今心に留めなさい。主は聖所となる宮を建てさせるためあなたを選ばれた。勇気を出して実行しなさい。今日の聖書の箇所は歴代史第1の28章の1節から10節までなんですが、ダビデは、まあ、いわばなんて言いますか、国の、責任者たちを集めて、そしてそこで、自分のこれから考えていることというのを明らかにしていきます。でこれはある意味でダビデの遺言というわけではないんでしょうけれども、
まあ、非常にこう明確な息子ソロモンに対しての、まあ責任の異常といいますか引き渡すというそういうふうになっていて、ある意味で非常にこう考えさせられる出来事です。でダビデはある意味で若い時から本当に神様に選ばれ神様に愛され特別な取り扱いを受けて生活をし、そしてサウル王との間にいろいろ確執があって逃げたり隠れたりいろんなことをしながら彼は王になり、そして勝利に勝利をこう加えていく。しかし様々な問題試練あるいは誘惑に負けたりとか失敗したりとかそんなことがある中で、でもダビデはいつも主をその右に置いていたという表現がありますけれども、神様との関係をとっても大事にしていて、ですからダビデのある意味で夢は神のための宮を作るという、神殿を作るということがある意味で彼にとっては夢だったと思うんですね。で資材をいっぱい集めて、まあとにかくいよいよ準備が揃ったという意識があったと思います、晩年のダビデの中に。しかしこの28章の中に何が語られているかというと、ダビデはこう言うんですね。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私は主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために安息の家を建てる志を持っていた。私は建築の用意をした。しかし神は私に仰せられた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは戦士であって血を流してきたからである。と、そこでダビデはまあちょっと心の中でがっかりしたと思いますけれども、でも神殿を建てるのは自分ではないということをしっかりこう理解して、その役割をソロモンに託すんですよね。これはね難しいと思いますね。実際問題として自分の中で今まで守られてきたのは神様のおかげだと、勝利も栄光も平和も神様のおかげだと分かって、本当にこう心の中で神様のためにという思いを持っている状況で、神様からいやあなたは兵士であって血を流してきたではないか、人を殺してきたではないか、そんなあなたにと言われたような気持ちで神殿を建てることを拒否されるというのは、何かねとっても切ない感じがしたと思うんですよね。でも彼は非常に明確に主の家を建てるという役割はソロモンに託す、まあ、それが神様の心だということを確信して、そしてそのことをみんなに向かって語り、またソロモンに向かっても語ります。でその辺のこう潔さというのはとてもなんかこう清々しい感じがするんですよね。そしてソロモンに向かってダビデはとても大事なことを語ります。これはある意味でソロモンに対しての励ましの言葉であり、親としてのあるいは王としてのソロモンに対する厳しい、戒めの言葉といいますか、そんな言葉だと思います。我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全き心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。今心に留めなさい。主は聖女となる宮を建てさせるためあなたを選ばれた。勇気を出して実行しなさい。大きな励ましだったと思いますね。もちろんあなたがもし神に心を向けているなら、神はあなたの味方であり、あなたを守り、あなたを支え、完成させてくださるだろうと。しかしあなたの心が主から離れた時、それはとても危険なことになるということを警告しています。残念ながらソロモンの晩年は必ずしもこのダビデの戒めを守れたかというと、そんなことはないですね。大きな弱さがありました。しかし少なくてもダビデがソロモンに対して願っていることというのは、私が信じていた神を知るように、そしてその神に心を尽くして仕えるように、そして主が全部ご存じたということを知った上でその神に近く生きるように、あるいは神の心を喜ばせながら生きるように、そして勇気を出して
神が願っていることごとを実行するようにという、まあ親の心だけじゃないですね、これね、親の心だけではなくて国を統治している王様の言葉として、この神殿は尊いものとなる、神の宮であり、神がこの国を建て、神がこの国を守ってくれたことの象徴となるというような意味合いがあるから、このソロモンへの言葉はとても重い言葉だと思いますね。でもそれだけダビデの心の中には神様への愛があり、神様に対する感謝の思いがあり、本当に人々が神と共に休む、神の 安らぎを心に得るための神殿が欲しいと彼は本当に思っていたんですね。そういう意味ではこのソロモンに託された役割は とても重かったし、また同時にソロモンはそれを守らなければこの宮を建てることは叶わなかったということなんですよね。で、それはおそらく今私たちが関わっている教会を建てるという表現がありますけれども、それも同じことなのかもしれません。教会というのは見える建物のことではなく、人々集まっている人々のことですけれども、でもその群れとしてそれを構成していくという場合には、その群れの中に神を知り、神の教えを大切にし、神に知られていることを心から感謝し、神に喜ばれる生き方をする、そして神の願っていることを勇気を持って実行する、そういう姿勢がソロモンだけではなく私たちにも託されているように思うのです。ダビデの心は神様に対して神殿を建てたい思いでいっぱいだったんだと思います。でもそれを我が子に託す、そしてそれを民に向かって宣言して、あなた方も一緒になって建ててほしいという願いをはっきり明確に伝えている。これはとても大事なことですね。そういうことを子供に託す、まあ託すというよりもお父さんの気持ちをあなたわかるよねという思いで話せる親子というのは麗しいことだと思うんですね。そしてそれを受け止める子供がいるというのもまたとても大事なことのように思います。信仰はそういうふうにして継承されていくものだからです。一言に言います。神様、ダビデがソロモンに対して持っていた思い、そういう思いを私が理解することができるように、またソロモンがダビデ王から受け取ったその心、それを私たちも持てるようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。